どうも、ポンタです。暑かったり寒かったりで寒暖差の激しい季節ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は健康にすくすく育って、この世に生を受け5ヶ月目。なんと、まあ、もうすぐ20キロを迎えるという超大型犬をパパに持つ大型犬の端くれです。パパがグレートピレニーズ、ママがゴールデンレトリバーの僕。最近はお散歩で出会うゴールデンの女の方に個性を感じちゃってクンクンしてしまう。そんな赤ちゃんな一面もあります。今週の大きな出来事として、なんとネトラブ生物部さんの記事にしてもらいました。主に TikTok に載せた僕のとんでもない成長を記事にしてもらったよ。他にもいろいろまとめてもらってクスッと笑えるような素敵な記事なので、ぜひ TikTok と合わせて見てみてね。さて、今日僕が何をしてるかというと、毛布の破壊活動に精を出しています。これはパシオスで買った可愛いお得毛布。ところでパシオスって知ってる？お兄ちゃんは子供服を300円くらいで買ってきてるみたい。庶民の味方ですな。5ヶ月ということで歯がマックスに痒いです。僕は比較的人は噛まないんだけど、大型犬の甘噛みはあざだらけになることもあるそうで、飼いたいと思ってる人は覚悟が必要だね。ママも腕にひっかき傷がすごいんだ。誰にやられたのかな。豚お兄ちゃんは甘噛みがすごくて、そして乳歯ってめちゃめちゃ痛いらしいんだよね。大型犬はやばいだろうなと覚悟してたままなんだけど、乳歯の作り自体は全然小型犬が痛いらしい。今日も破壊活動お疲れ様でした。終わり。動画を見てくれてありがとうございます。お出かけやグッズ紹介、ためになる動画や僕たちの日常動画を配信中。かわいいな。